バービーの服とか。バービーの服、うん、あ、ジェニーか。ジェニーのなんかお洋服だったり。へー、ジェニーって言いましたっけ。ジェニー、またこれジェネレーションギャップだよ多分。もう行くか、行った方がいいですか。行っちゃうか。じゃあ行きますよ、うん、いいですか。OK です。はい、じゃあ行きます、はい、じゃあ5秒前、4、3、2。ジングルベール、ジングルベール、大栗あさみです。宮地まりこです。宮地さんもつけたいですか。あ、大丈夫です。うさぎしかないけどいいですか。どうぞ。かわいい。あ、うさぎ年ですか。違うでしょ、私たち同じ。面にしが落ちちゃった。ちょっとすいません。クリスマスですよ、街中が。クリスマスです ね、 ね、うん、今日はクリスマスのプレゼント。プレゼント、うん、今までもらったクリスマスプレゼントの話なんかいいんじゃないですか。はい、私はね、うん、一輪車が一番嬉しかったかな。子供の時に、小学校、うん、高学年の時に一輪車をもらったのが、うんうん、結構嬉しかったですね、うん、上手そうだね。めちゃくちゃ上手そうだよ、一輪車。何にも使わずにひょいって乗って、そのままくるくるくるってもう焦げるんですよね。持ってきてるでしょ。持ってきてないですね。すいません、こっちの方に見えちゃいました。文鳥、小6のクリスマスプレゼントが文鳥のひなだったの。そう、翌朝ちっちゃいバスケットの中でピーピー言ってるんだよ。いや、開けたらもうこんなちっちゃいジュリアンが、ジュリアンなんだ、ジュリアンがいて。文鳥って日本の鳥ですよね。そうね、ジュリアンなんだ。ジュリアンなんだ。そっか、じゃあジュリアンの親鳥だったんですね。そう、当時ね。今も羽毛は生えてらっしゃるの。もう生えてないかな。羽毛も生えてらっしゃらないということで。抜けました。はい、何の話ですか。そう、私も文鳥飼ってたんですよ。あ、そう、うんうん、名前はね、ピートパーだったかな。ピートパー、はい、あ、違う、ピートパーを第一候補に出して、はい、家族でルイルイとチルチルになったんだ。ちょっと複雑な経緯でもなんか、あの、こう元気そうなね、いい名前だよね。私たち二人とも親鳥だったんだね。親鳥だったんですよ。親鳥がね、今やサンタさんのカチューシャとウサギのカチューシャをして、ジュリアンとルイルイとチルチルが泣いてますね。何してるんだと。元気にしてるかな。天国で、ね、ご飯いっぱい食べてくれてありがとうね。お母さんたちはこんなになってしまったよ。残念残念。何なんですか。崩壊した。崩れた。ガッチャンコ HBC。はい、この後は映画ウサギドロップです。はい、はい、じゃあ映画振りいきます。はい、5秒前、4、3、2。この後はウサギドロップでお楽しみください。最後に生きてくるっていうね。はい、はい、OK じゃないですかね。はい、OK です。よりとかいらないですよね。ああ、まあ、わかるわ。インサートは、OK、インサート釣りだけだ。はい、はい、OK です。じゃあ、お二人お疲れ様でした。ありがとうございました。